下諏訪町は長野県諏訪郡の町。平安時代には土田家里と呼ばれていた。諏訪湖や八島ヶ原湿原、下諏訪温泉、諏訪大社などがある観光地かつ鳥居前町。かつては中仙道、甲州街道が分岐する宿場として栄えていた。下諏訪町は長野県のほぼ中央にあり、直線距離で、 県庁所在地の長野市から5 0トル、東京から2 0 0トルのところにある。町域は南の諏訪湖から北の地区間山地まであり細長い。町域は細長いが実際に住民が居住しているところは諏訪湖周辺の盆地で居住区域は正方形になっている。標高は長野県内の都市では高い方で中心部はおよそ7 6 0ル。河川では 戸川が町の西部を二分するように横断している。また、十四瀬川が岡谷市との境界を成している。八ヶ岳中心高原国定公園が町内にあり、その中に八島ヶ原湿原がある。町中心部は戸川の洗浄地になっている。また、下諏訪町はホッサマグナの上にある。町域は五千万年前は海底にあった。森林面積は五千五百十ヘクタールで、 町域全体の約82%を占める。下諏訪町などの諏訪地方は中央高原型の気候が顕著に現れるところにある。冬の寒さは厳しく、特に早朝は0か10度前後まで冷え込むこともたびたびある。積雪は多くても30センチメートルほどである。雨は少なく、全体的に乾燥している。梅雨の影響も少ない。 諏訪盆地は山に囲まれているので日中でも風速7、秒速8メートルの強い風が吹く場合がある。気象区分では、下諏訪町は長野県中部の内諏訪地域に入る。下諏訪町は四市町と隣接している。諏訪市、岡谷市とは平続きになっている上、同じ諏訪のアイデンティティを持っているため非常に密接な関係にある。ただし、 諏訪大社の神事に関しては下社に属し、諏訪市の一部と地の市が要する上社城とは異なった神事を持っている。松本市とは山を隔てて隣接しており、直線距離では比較的近いがあまりにも山深く、地形も険しい等の要因があり、直通できる道路や鉄道は敷設されていない。よって他の自治体を経ずに直接行き来することはできない。 しかしながら都市規模が大きく、岡谷市や諏訪市にない機能、施設、催し物、小売店等を持っていること、岡谷市、塩尻市を経由する形だが、国道や電車が通っていて、アクセス自体もそれほど困難ではない等の要因から、岡谷や諏訪ほどではないが密接な関係にあり、交流も多い。長和町とは山を隔てて、町域と町域同士で隣接している。 国道142号線が付設されているが、特に陶器の移動が難しく交流が少ないため、町民の中には隣接していることを知らない人もいる。以下の表は、隣接自治体の位置関係を表したもの。下諏訪町を含めた諏訪地域は近くに、全国でも数カ所しかない石器の材料となる、黒曜石の一大産出場である、和田峠の恩恵により、縄文時代から人の居住が見られた。 この地域で産出された黒曜石は関東一円の遺跡から見つかっており、黒曜石の生産に関しては一説によれば、日本列島内で最も先進的な地域だったらしい。付近の地の市には多くの縄文遺跡があり、同志の棚畑遺跡からは国宝に指定された土偶が出土している。弥生時代には、出雲などの西国から来た虎来人が稲作文化を諏訪へ伝えた。 古代の律令制下において、長域は、信濃国諏訪軍の一部であった。俗日本記によると、奈良時代の一時期、諏訪地域は、信濃国から分立し、諏訪国として一つの国を成していたが、約10年で、信濃国に服された。戦国時代初期までは現在下諏訪町にある、諏訪大社下社方と諏訪市及び、茅野市にある上屋城方が、逃走状態となる。 下者方の金指氏は、神谷城方の諏訪氏に対して、劣勢となったため、神谷城方の内紛につけ入って、復権を図るため、戦いを仕掛けるがこれに失敗。最後の当主は、甲斐の武田信虎を頼って落ち延びた。信虎は、甲斐の国内を統一すると、諏訪地方への最初の進行を開始するが、金指氏の湿地回復も、大義名分の一つであった。その後、 春の部に本格化した、滋賀の進行における諏訪攻めによって、諏訪とともに、武田家に占領される。諏訪市の高島藩が支配していた江戸時代の初期に、街道整備が行われ、中山道と甲州街道を合流させるため、これまで通っていた、東山道の道筋を一部改定し、合流点に、下諏訪塾を設けた。甲州街道と中仙道の分岐であること、北に和田峠、 東に潮峰峠と中山道有数の難所を控えることから宿場に泊まる旅人が多く多いに賑にわった。温泉が湧き出している数少ない宿場町の一つだった。上京年間は飢饉が続いており、農民は困窮していたが、高島藩主が年貢を下げたため何とか落ち着いた。明治維新後、萩総地区の山間部で水車を利用した製紙業が始まる。 明治36年の中央線開通により平野部に工場が移転し、諏訪地方の中で最も早く機械製紙が始まった。1910年代から1920年代にかけて隣の岡谷市が資本の集中に成功し、製紙業の中心地として栄えた。その影響が町内にも及び、諏訪湖周辺は木糸工場が立地し山の裾野では養産に必要な、 クワの栽培と養蚕が盛んであった。太平洋戦争中は大規模な工場が大都市から、町内を含めた諏訪地域に疎開移転し、それが、現在の東洋のスイスと呼ばれる、この町の精密工業の石となっている。三強世紀による、オルゴール製造で生産工が一時世界一となり、また隣の諏訪市に本社を置く、成功エプソンはこの時の移転があったから、 現在の姿があると言われている。高度経済成長期には、諏訪湖の汚染と不栄養化が顕著となり、全国で海クラスの汚い湖になってしまったが、現在は浄化運動が行われ透明度は改善傾向にある。平成の大合併は、諏訪地域にも影響を及ぼし、諏訪地域全体で合併する構想も出たが、現在はなくなり自立の道を模索している。 シモスワ町は1889年の町村制施行から一度も合併を経験していない自治体であり、町村制施行前の自然村を引き継いだという意味での大技は存在しない。現在のシモスワ町の正式な住所表記は、シモスワ町番地、またはシモスワ町社番地のみであり、住民票等の公的文書ではこの形式での記載となる。その一方で、 町内には古くから使用されている関与町名が存在しており、この関与町名を使用した下諏訪町東赤砂番地といった表記も流通しており、郵便番号がこの関与町名ごとに振られていることも相まって混乱をきたしている。これに対し、町では関与町名を住所の中に入れる形式ではなく、カッコに入れて住所とは別に平記する書き方を推奨し、 正式な住所表記が、下諏訪町番地、または、下諏訪町社番地であることを周知した上で、町の通知文書でも、この表記に統一していくとしている。例えば前日の東、赤砂地域の場合、下諏訪町東赤砂番地ではなく、下諏訪町番地といった表記になる。下諏訪駅、ありがとうございます。